エレナ桃色鉄道旅へご乗車くださいましてありがとうございます。この動画は2019年に公開したものをリメイク、キャラクターボイスと画像を追加しました。今回続編を作るにあたって5年前のものももう一度見てもらいたいと思いました。あなた誰？私は編集アシスタントのペンペンです。今回の企画ではお供させていただきます。私はピンクが好きで、鉄道でもピンクの車両が好きなんだけど、ある時こんな風に考えてみました。どんな列車でもピンクだったら可愛くなるのかな。なるほどですね。それでは今回は私の魔法でいろんな車両をピンク色に変えてみましょうか。そんなことできるの？お安いご用です。その代わり魔法の合言葉をエレナさんが唱えてくださいね。はい。ピンクチェンジを唱えてください。なんか嫌なこと頼まれたな。では1枚目いきますよ。2017年の九州熊本旅で見た三隅線のキハ40だね。この後 A 列車で行こうに乗るためにこれで三隅に先回りしました。では呪文をお願いします。恥ずかしいわね。お願いします。ピンクチェンジ。うん、微妙。窓の上のアライン塗り残してるよ。すみません。では次は近鉄さんの看板特急島風。名古屋に泊まった翌日、快速三重で鳥羽まで行って、帰りに偶然最前席が空いてたので乗って帰ったのよね。お願いします。ピンクチェンジ。なんかエーデルみたいになっちゃったね。エーデルって何ですか？急行型機動車を改造した展望車両の一つがこんな色だったのよね。どんどん行きます。引退しちゃったけど JR 北海道の711系。真っ赤なボディにベージュの帯の電車だったわね。ピンクチェンジ。これは可愛いんじゃないですか？すぐ色褪せそうだけどね。次は南海電車のノーマル塗装、行きます。今はデビュー当時の無塗装に戻っては台になっている6000系だね。ピンクチェンジ。すごい鮮やかになりましたね。可愛いかも。次は京阪天神線の800型。私の好きな旧塗装だね。これはもともとパステルカラーだから綺麗になりそうね。ピンクチェンジ。やばい、かわいいですね。これはありじゃない？めっちゃいい色。次はブルートレイン。上野駅で撮った北斗星だね。色変えるのちょっと大変だったんですけどね。ピンクチェンジ。これはないね。ピンクトレインなんて何かあいや。タイとかインドネシアとかではありそうな色かも。ではここら辺で103系。これは大体予想がつくわね。ピンクチェンジ。そうそう、こうなるよね。これもいけますね。 E-Girl のメインの通勤電車にしたいよね。次は近江鉄道に1本だけいた700型茜号。これも引退しちゃったね。ピンクチェンジ。
中型機動車キハ187系。前面の黄色がアクセントになってますが、問答無用で。ピンクチェンジ。わあ、これはないですね。じゃあこっちも多分同じ結果になりそう。ここに来て三八くん、乗り心地も悪く、現役当時は嫌われ者なのかと思ったら、実は鉄コレでも軽になるほどの人気者だったよね。ピンクチェンジ。はい、同じ結果ですね。次行きます。国鉄型のボンネット特急489系。もうダメっぽい香りしかしないんですけど。ピンクチェンジ。ほらね。念のためこっちもやっておきます。ピンクチェンジ。じゃあ JR 西日本の特急カラーは懐かしい381系黒潮でやってみますね。ピンクチェンジ。これはありじゃないですか。ゆったり役間に似てるからかな。違和感ないね。 JR 九州の485系は真っ赤に塗られてました。ドリーム日輪という夜行列車に揺られてたどり着いた早朝の宮崎駅だね。これも行けそうじゃない。ピンクチェンジ。ほらほら、かわいいですね。こういうの走らせてほしかったね。じゃあ四国も行っときますね。私の好きな北海道のキハ54の兄弟、四国の0番台だね。ピンクチェンジ。わあ、いいんじゃないですか。ピンクの帯、かわいいね。ピンクのキャラクター列車とすれ違う時もお互いピンクだと絵になるね。四国つながりでフォトデン。ピンクチェンジ。はい、全然ありですね。もう一本客車をチェンジしてみましょう。日の本駅でお出迎えをした SL 北琵琶湖号の12系だね。ピンクチェンジ。目立つけど、なんか違いますね。じゃあもう一本14系も。なんでやねん。これってもともとピンクでしょう。次はディーゼル機関車。豊岡鉄道部の一般公開で見た D15 ラッセル車だね。ピンクチェンジ。これなら雪深いところを除雪しててもかなり目立ちますね。次はもしもハローキティ新幹線が0系だったらって感じ。ピンクチェンジ。ありかもしれない。ゼロ系は帯が太かったのでピンクが目立ちますね。定番のカラーといえば湘南色。これは四国の琴平駅で撮った西日本の115系だね。これをピンクにするのも結構大変でしたよ。ピンクチェンジ。ピンクと白のツートンにしてみました。これはないね。では最後にこれもいけそうって車両を出します。オーシャンアローだね。ピンクチェンジ。なんかさ、伊勢島ライナーっぽいとか言わないでくださいよ。そんなわけで
今回はいろんな列車をピンクにしてみました。個人的にありだなと思ったのは次の6個。色を変えるのが難しくてやめた列車もありました。また機会があれば別の列車でピンクチェンジをしたいと思います。本日はエレナもモイロ鉄道にご乗車いただきありがとうございました。他の動画のご案内もしたいので、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。